かったということが明らかになっています。さらにですね、原発というのは基本的には40年間を使うと、40年間稼働する、あるいは場合によっては60年間ということが法律で決められていますが、老朽化の問題があってですね、原発というのは時間が経てば経つほどたくさんの故障や事故が起きるということが分かっています。今回の原発は35年から40年経っていた原発です。虽然設計上是讲这原子炉会当维持40甚至60年，总是这个问题是有真侪问题中间，这个福岛这个35年就发生这个问题啊。そして、今申し上げたのは3番目、老朽化の問題ですが、次に4番目の問題はですね、マーク1型という古いタイプの今回は全て、格納容器だったんですね。このマーク1型の問題があります。虽然失敗发生在这个是第三章，总是第四章是叫做 Mark 一号，这个部分的真严重的问题。このマーク1型に関しては当時の GE の設計者、1970年代の設計者がですね、マーク1型はその構造上、設計上の致命的な欠陥があると、だからこのマーク1型は全て止めて一回全て見直しをしてですね、そして、そのために一回止めるようにですね、抗議をして、そしてその設計者たちは GE を退社して、アメリカの議会で証言をしたということが、そういう事実があります。这个马克一号的 Mark One， 这无色的设计者，伫这是70年代的设计，也伊设计者伊有出来作证，伫国会有作证讲，这个无色 Mark One 应该爱排除啊，因真侪设计上的缺陷，应该爱排除啊，总是因拢无照安尼做啊，这个啊已经离开，不等于就离开啊。今申し上げた4つの事実から、今回のですね、福島第一原発の原子炉には欠陥があったと。いうことが強く推認されるということが言えます。そして、同時にですね、その原発というのはどこの原発もですね、定期点検というのがあります。この定期点検を行うのは メーカーの子会社が継続して定期点検1年に約1回ですね、原子炉を止めて行っていく、そういうことを、そういう形でメーカーというのはですね、ずっと原発にかかっているわけです。北東一応で各種人事缺陷的设计上缺陷，所以因后来有拜托这个厂商的子公司啦，一定要每年一摆定期的安全检查，要停来检查。つまり、その東電が原発を運転して、事故が起こったというふうに、一般には言われるわけですが、原発はメーカーと東電がですね、電力会社が二人三脚で動かしていくわけですから。メーカーがその点についてもですね、大きな責任を負っていたということは免れないと思います。そしてメインの観点は应该是厂商が関係電気因愛連絡起来と電気の広は总是厂商没什么但是这些事情上関係電力公司、このような原発メーカーが責任を負わないというふうに法律で定められているわけですが、このような法律自体がですね、日本の憲法に照らし合わせても、憲法違反だということで、この法律自体は無効だというふうな主張をしていきます。で、法律上、で、今期中小免負責任、全是不違法。日本の憲法、所以、今ちゃんと言って、日本の憲法、未来、控訴。この憲法についてはですね、もちろんその損害賠償請求できないと、メーカーに対して損害賠償請求できないということで、日本の憲法で言えば29条が保障している財産権を侵害しているということを言えます。その他にもいくつかの憲法の条文に違反しています。これ憲法29条を根拠で、これ应该市民が負責任、中小以外、中小以内負責任の規定で、それに加えて今回僕らはその新しいですね、憲法から導き出す新しい人権である原子力の恐怖から免れて生きる権利というのを主張していくことを考えています。私も特別に条件としてアナウ人民一旦片面恐怖的心ちゃんと言えれちゃんと言えれ人権で努力人権の一部分、この憲法上の新しい人権をですね、原子力の恐怖から免れて生きるという新しい人権を
僕らはノーニュクス県というふうに名付けることにしました。所以你家有的别公公鸡公辈，安那来减少来排毒，这福田发电的，福人民会当来排毒对福田发电可能产生的一款的啊惊吓的心。物を作るですね、製造者というのは自分が作ったものに対して大きな責任を負わなければいけません。それにもかかわらず最も危険な製造物である原発を作る原発メーカーはですね、その責任を免責されているわけですから、このことからもですね、私たちはノーニュークス権を侵害されているということを主張することができるというふうに考えています。一般的製造商对他的产品以爱护他的发展的责任都是真不幸，就像在厂商那阵唔免为着因所设计有连啊关注咯，万因若发生问题时，因免负迄个责任，这是真奇怪。この裁判を行うにあたって、僕らは今世界中からより多くの人たちに原告として参加して、もらいたいというふうに考え、たくさんの原告をですね集めるために呼びかけを行っています。所以特别为着这项的呼吁。不是单单日本人，而是其他国家的人民来参与在这款的呼吁，要怎样来减少人民面临着负能发电所可能发生的恐怖的这个一心。なぜそのようなことをするかと言いますと、まず一番目の理由はですね、そもそも法律で免責とされている相手に対する裁判ですから、裁判所に対してですね、公正で、慎重な審理を促すと、これは世界中の人たちが注目して関心を持っている重要な裁判なんだという強いメッセージを伝える必要があるからです。所以特別為了這樣代誌就是要呼籲國家的國家的人民針對福田發展大家要去心中去考慮這個真重要的呼籲。それからもう一つはですね、この責任集中制度というのは先ほど言いましたように世界中を追っている、世界の原発体制を強力に守っていくという制度で、この仕組みを切り崩していくことはですね、日本の問題ではないわけです。世界中が一緒に戦っていかなければいけない、本当に原発体制の本質に迫る、そういう問題だからです。因为世界各国的这原子炉因这业界因拢联合起来为着安尼，所以世界其他咱的一般人民，咱嘛爱联合起来，针对这个面临的这款的问题，咱要安怎来解调整，来解决。僕らは昨日ですね、第4原発と第2原発に行きました。第4原発もですね、中に入っていろんな説明を聞きました。そのことからもですね、改めてこれは台湾のですね、第4原発を含む問題にもまさに関わっている問題だということを強く確信しました。残忍の寄付市長が富士町啊，这中间在副市长的时候，你就真详细会跟说明，让伊更加体会到讲台湾的副市长所面临有真济，咱伫遮爱注意啊，甲要安怎来解决的安全问题。第四原発は、まさにその GE とですね、東芝、日立、さらに三菱が関わって作られています。そして、第四原発のですね、人たちは、これはですね、絶対安全な原発だと、事故を起こさない、素晴らしいものだというふうに強く主張していました。じゃ副市長、虽然に有功 GE、東芝、日立、三菱、因四个拢跟保证讲绝对安全、绝对无问题啦。まさにですね、日本が福島がですね事故を起こす前に、日本のですね原発関係者が言っていたことと全く同じことを言っているわけです。所以院長が言う公司事件公司有关安全的保证，都伫在福岛这项代志发生，原子炉爆炸发生以前，这些公司就像甲因保证的同款，完全同款，一模一样。しかしながら日本ではですね、史上最悪の事故が起きました。仮にですね、台湾でも同じようにですね、地震が多い台湾でもですね、事故が起きて、損害が発生した場合に、その GE も三菱も東芝も日立もですね、今のままでは1円もですね払う必要がないと、そういうふうな仕組みになっているわけです。事故なし真不幸で台湾在原子炉发生が幅度未数的问题时阵，不幸が什么款的程度，从这些公司厂商因连一分一角一元一块银，满面给咱赔偿了。まさにこの同じ問題をですね共有しているということはですね、日本台湾に限らず世界中が同じ同様な状況にあるわけですから、ぜひですね多くの人たちがこの戦いに合流してですね、共にその原発という大きな仕組みに対して
挑んでいくということをですね、ぜひ呼びかけていきたいというふうに思います。それで、じゃあ、僕が大家好友公、南朝弁里面で、日本が台湾朝弁里面問題、有关者的五年发展、同款的减少的问题，所以咱大家爱联合起来，都会来抗争，来解决这安全的问题。ありがとうございました。多谢。